教えてもらえませんか？スポーツマンタイプです。ガリ勉タイプです。スポーツマンタイプです。おしゃれさんタイプです。エッジタイプです。新しくミリタリー研究会を申請しようと、朝からこの場所で部員募集のビラを配っていたのです。先輩はミリタリー興味ありますか？そうですか、しょんぼりです。放題、朝から後輩を口説くだなんてハレンチな人ね。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ、ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。伸びたね。うわ、結構伸びたのに。さあ、もういいでしょ、マヤ。行きましょ。ただいま、ホーニー。どうやらこのお方、
幼馴染の姉妹と疎遠になってしまわれているご様子。先輩、あなたに天使の祝福がありますように。具体的には、明日の朝あたりに。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と、まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補習ね。補習ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補習だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補習が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。って、もう槍を構えてる？12、いや、よし、いっけー。って、あ、チャージスイッチが入れっぱなし。私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、抜け駆けは許しませんわ。放題先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。放題様、彼女たちは放題様の体からあふれる魅惑のモテオーラによってメロメロ状態になっているのです。目を凝らしてみてください。今の放題様なら女の子の弱点、敏感な場所が見えるはずです。なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。さあ、相手を見つめて溢れるフェロモンでスキューンと撃ってください。
それは私が説明いたします。やはり私が見えるようですね。今のあなた、宝大様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるようになっているのです。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、つまりは天使です。まあ見習いなんですが。モテすぎ？ああ、それは私の先輩天使の仕業ですね。先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんなところがありますので。あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから、いまだにあんな罰を。まったく、先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。5分、失礼いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです。私の担当は宝大様でしたので、あなたに愛の矢を放つはずだったのですが、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち込んでしまったのです。通常一度のモテ期に使う矢は一発限りだというので、今回放ったチャージショットの威力は通常の矢の32発分。あ、はい、今の宝大様は人生の全モテ期が今日というたった一日にギュギュッと凝縮されている状態なのです。今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ、明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっと持ってください。違います、エリート天使である私に失敗などあるはずありません。悪魔、そう、全ては悪魔のせいなんです。では早速、私に宝大様が思いを寄せる人をお教えください。今は？ということは、かつてはいたということですね。なさそうですね。ダメだったと、それで諦めたと。
というヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう。ヘタレな放題様を助けてくれる神聖なる妙義です。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに昇天させてみましょう。つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド展開。目指しましょう。
ご安心を。私の姿は宝台様にしか見えないようになっておりますので。まあそのようなものです。分かったなら運命の相手を求めて校内をうろつきましょう。今更何を言っていますか。女の子を昇天させて回るのですから、やることは不審者そのものですよ。納得していただけたようですね。それでは出発です。
ビビッと来る方は見当たりませんね。ああ、でも、と大丈夫ですよ。統計によれば、運命の相手は学生時代に出会うのが 50% と最も多いのです。待ちなさい。逃がさない。このあなた、道を開けなさい。もう、あなたのせいで取り逃がしちゃったじゃない。あ、オーダイ。二人とも大丈夫？今のが悪魔です。あなた、悪魔が見えるの？宝大様は天使の矢の影響で眼力が強化されているため、普段見えない悪魔も見えるようになっているのです。しかし、彼女の口ぶり、彼女にも悪魔が見えている？それに、モテオーラが効いていないようですが。じー、なるほど。ここに悪魔見えてる。やっぱり見えるのね。そう、宝大にも悪魔が。そうなのね。ねえ宝大、驚かずに聞いてほしいんだけど、私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの。私ももちろんマヤも悪魔ハンターなの。なるほど。噂には聞いたことがあります。そういった才能を持って生まれ、それを生業とする人間の一族が稀にあると。フェロモンが聞いていないのも、おそらくは悪魔ハンターとしての血筋の力なのでしょう。私の姿までは見えていないようですが、人間にしてはなかなかの力を持っているようですね。悪魔ハンターは危険な仕事。普通の人たちを巻き込むわけにはいかないわ。うちのしきたり、本家で修行してた。家族以外との連絡も禁止。教えられなくてごめんね。それはあなたに悪魔ハンターのこと嗅ぎ回られたくなかったのよ。見えるってことは悪魔ハンターの素質があるのかもしれないわね。え宝大、今日一日私たちを手伝ってみない？そしたらゆくゆくは一緒におしどり悪魔ハンターとして。え、手伝ってくれないの？に及んで何をひよっているのですか。お二人に嫌われていたわけではなかったのでしょう。先ほどはああ言いましたが、運命を自分以外の手で決められてあなたは満足しますか。胸に手を当てて考えてみてください。あなたが本当に好きなのは、愛しているのはどなたですか。もういい。もう知らない。宝大なんてどっか行っちゃえ。
ぶちゃん、待って。お兄、困ったことあったら言って。できること協力するから。じゃあね。宝大様、ここはズバッと覚悟を決めて運命を自分の手で選び取るのです。ルートを選んでください。マヤ様にするんですか？忍様を選ぶのですね。わかりました。それがあなたの意思ならば。何よ、私は悪魔を追わなくちゃいけないんだから、どっか行ってよ。やだやだ、聞きたくない。放題なんて知らない。このエリート天使である私にお任せください。ダダッコさんはドキドキフィールドの力で強引に黙らせてしまいましょう。暴力ではありません。これは天使の力、愛の御業です。つべこべ言わずに覚悟をお決めください。それでは行きますよ。ドキドキフィールド展開。なに、なに、なんなの。な、なに、なんなのこれ。安心してください。フェロモンショットは愛の弾丸、程よい刺激で好感度アップです。な、もう何するのよ。これは何なの。宝大から異様なオーラを感じるわ。忍様がガーディアンを宿していたなんて。強い意志の力の化身、拒絶の意志、心の壁が具現化したものです。宝大、説明して。これは一体どういうこと。宝大がおかしい。これってもしかして悪魔の仕業？違います。何言ってるの。天使様がこんな意味不明なことするわけないじゃない。もしかして悪魔に操られているのかも。そうよ、だから私が手伝ってって言った時も様子がおかしかったのね。酔っちゃっただけですもんね。こうしちゃいられない。あの悪魔、一刻も早く魔界を繰り返さなきゃ。いい、宝大、あなたのことは私が助ける。悪魔なんかに負けちゃダメなんだから。よりにもよってなかなか面倒くさい方を選ばれましたね。
セーブしますね。あれ？放題じゃん。珍しいな、購買に顔出すなんて。知り合いなのですか？ああ、そのことですか。言い忘れてましたが、普通の人の中にもモテオーラが効かない人はいるんですよ。個人差もありますが、例えば宝大様のことを心底嫌っていたり、他に強く思っている人がいる方には効かないこともあります。さっきからブツブツ言ってどうしたんだ。僕の尊敬する先輩みたいでちょっとかっこいいぞ。先輩も一時期なんかやたら独り言が多かったんだよな。この方もその先輩とやらもちょっと残念な方のようですね。で、何？なんか買ってくれんの？あ、宝大も暇だね。ロックだな。これでいいのか？お、ロックだな。それはラブハーツ募金だ。そんなわけないだろ。このギターは僕の魂なんだ。買い替えたりなんかするわけないだろ。殴るよ。ま、宝大になら教えてあげてもいいけど。やっぱ秘密かな。へへうわー、うちの商品を買え。これでいいのか。ありがとな。これでいいのか。お、ロックだな。何にするんだ。また来てくれよな。目的地を目指しましょう。
みましょう。さて、宝大様、やるべきことは決まりました。はい、要は宝大様がガーディアンを突破できるほどのモテオーラを身につければいいのです。心の壁などものともしない、より大きな愛で彼女の心を包み込んで差し上げるのです。幸中の幸いなことに、今の宝大様は通常の32倍の天使の矢の効果が出ていますので、モテオーラも高まりやすい状態なのです。あふれるフェロモンで女の子たちをバッタバッタと昇天させていけば、自然とモテオーラは高まっていくことでしょう。私だって嫌ですよ。しかし今は手段を選んでいる場合ではありません。はい、ここは心を鬼にして目指すのです。彼女の元へ。こちらにおられましたか。その貧相な顔立ち、いじめて差し上げたいですわ。ユキナは甘いっす。この男の、この男のマスクは S と M。 自分、むしろいじめてほしいっす。あなたたち、少しは落ち着きなさい。そのような愚かな行為は生徒会の尊厳を貶めます。この人はまともそうです。まずはこのいじめてください契約書にサインをして、そしてあなたの右頬を差し出しなさい。いえ、これはまさか、この感じは悪魔の槍。その通りです。こいつらに悪魔の槍をプスッとぶっ刺してやったのです。ピカスな大成功です。悪魔がいたずらするのは当然の義務なのです。そんなこともわからないなんて、あったも悪い人間ですね。悪魔の槍は愛を結び合う天使の矢とは正反対の代物です。悪魔の槍に貫かれた人はダークパワーに汚染され、ついつい好きな相手に意地悪したくなってしまうのです。本当のことなのですから仕方ないじゃないですか。さあ、生徒会長命令よ、書類にサインを。下僕会長の御前よ、図が高い。やっぱりいじめてほしいっす。よーく目を凝らしてください。今の宝大様なら見えるはずです。あっ、はい、それこそダークパワーの化身。それを消滅させれば正気に戻るはずです。Thank you.
撃退。加わってくれて助かったぜ。人聞きの悪いこと言うなよな。放題でも怒るよ。僕たちは正々堂々と戦って奪い取ったんだ。マドカはもともとドラムだったんだけど、うちにはドラムのメイムがいたから二人でドラム対決をしてもらったんだ。マドカがボロ負けしてベースをやることになったんだけど、彼女のベースなかなかいいリズム刻むよ。ドラムより向いてるんじゃないかな。今のラブハーツはベストメンバーだぜ。またライブやるからその時は応援よろしくな。また来てくれたんだ。サンキュー。また来てくれよな。行き先を選んでください。
Thank you.
まだ課題のスタンプが足りないです。もっといたずらしないとです。素人の手なんて借りないわ。あなたはおとなしく私に助けられてればいいんだから。ん？今何か声が聞こえた気がするですが。にゃーお。なんだ、猫ちゃんですか。なんで私がこんな屈辱を。は昔から数多く伝わってるわ。かわいい包帯のバカ、ハレンチ背徳者。ゲゲ、悪魔ハンター。今はお前らの相手をしている暇はないのです。敵撤退です。それにしたってあれは予想外でしたね。そうだね。早く助けてよ。
もう、どうしてそんなに上手なの？しないでよね。あれは忍様のせいも多分にある気もしますが、譲れない事情があることですし、あんまり気に病みすぎないようにしてください。失敗したと思うなら挽回すればいいのです。まだ頼りないですが、から元気もないよりはマシですか。マヤ様も協力してくれていることですし、その思いに報いるためにも今は男を磨きましょう。自信がないわ。
おき、お色直しです。こんな服、